おはようございます。こんにちは。こんばんは。アーサーです。ダークソウル3やっていきましょあの白帆さんは多分俺の存在に気づいてますね。さあどうするか。なかなか慎重だなあいつ。あの白は相当できると見てまず間違いないでしょう。狂ったや皆さん戦うつもりなのかな。様子だけ見る。様子だけ。食らってんな。ここに来ないかな。ああ、死ぬな、あれ。ちょっと待って。なんだ、お前いたのかよ おい、そのジェスチャーやってる場合？闇屋さん死んじゃうけど。急ごうぜ。行ったかな、もう。まだ生きてんのか。ああ、でもちょっと危ないね。行くか。またしたな。あ、うまい。あ、ちょっと待って。終わっちゃった。終わっちゃったよ。何もやってねえよ。もうマジか。狂った闇で強かったな。うわぁ。ナイドコブッパマンいるやん。怖いな。まあ、あれはさすがに仕方ない、助けようがありません。闇でいるじゃねえか 待ってたのか。まあ、この場合は待つ方が正解です。一人で突っ込んでも勝つ見込みは薄い。チャンスが来るまで待つんだ。やはり3人揃ってから行くべきでしょ。あ、そうそう、俺 SL 戻しました。120にしました。はい。なんか工夫すれば120いけるんじゃねえかなと思って、やったらいけたわ で、指輪をね、その代わりハーベルにつけてるんで、ちょっと呪術の火力下がっちゃったんですけど、まあ別にいいかなって感じですね。どうやら SL132 という数値はですね、まああまりよろしくない数字だという情報をいただいたので、今回戻しました。で、なぜよろしくないか。あ、そもそもこのダークソウル3のマッチング仕様に関して説明する必要があるんですけど、ダークソウル3のマッチング仕様、確か、プラマイ10%？白サイン見える条件とか、あと闇霊が侵入できる条件が確かプラマイ10%だったんですよね。神ぐらいとかは、ファランのやつは違うんだっけ？まあ、そこら辺知らないんですけど。で、つまりプラマイ10%ってことは、SL120 の人は10%にすると12だから、まあ132の人ともマッチングできるんですよね。だからまあ、SL132 はつまり、まあ、SL120 とギリギリマッチングできるレベルってことなんですよ。だからなんか、まあ SL120 の人とマッチングしたいから、まあギリギリマッチングできる132にしてるっていう人がまあ多いらしいですね。まあまあ理にかなってる。ただ正直ね、まあ SL 上げて、まあ有利な状況で勝っても俺はあまり嬉しくないので120に戻しました。まあ SL132 でキャラが完成するのは別にいいんだけどね。SL120 の人とマッチングして、まあ SL の差でアドバンテージ取りたいっていう魂胆がまあ見え見えなのは正直まあダサいと思うので。だからまあ、マジか、3人いたのか。うわ、怖っ。よし。まあ、120でもいいんじゃないですかね。俺はぶっちゃけ120でも勝てるから。相対するでございます。そうそうそう、やっぱね、S、なんか SL 上げてね、勝っても正直ね、なんか、
うーんって感じなんですよね。負けたら恥ずかしいしね。だからまあ120に戻した方がいいんだ、俺は。でですね、SL120 に戻したついでに、オーニクスブレードを持ってきました。やはり、呪術師ならオーニクスでしょう。で、オーニクス体験じゃないですか。確かね、無印、体験がすごい強かったんだよな。月光の体験とか。ちょっと軽く見てみるか。631、素晴らしいね。だからちょっと体験、最近使ってなかったんで、少しね、復習しようかなと。復習っつうか、まあ練習だな。全く使ってなかったし。難易度、マジか。打ちまくっとるやん。怖っ。いやー、マジか。あー、これ死ぬ、死ぬ、死ぬ。と見せかけて。あと一発だったんだけど、ちょっと難易度打ちすぎじゃない、あの子。でもよくよく考えたらさ、今って SL130 の方が人口多いのかな？ 120 より。どうなんだろう。そこら辺なんか知りたいですよね。SL 人口図的なもんねえのかな。多分ね、SL120 か130のどちらかだと思うけど、どうなんだろう。そもそもなんで SL120 が多いんだっけ？キャラが完成するのが SL120 なんだっけ？なんでなんだろう。確か SL120 で抑える傾向は無印でもあったよな。ありましたね。なぜ昔から SL120 に抑える伝統があるんだろう。無印は確か120で完成するかっていう理由だったよね。もしかしたらダクソ3は違うのかもしれない。終わった。やっぱ SL10 違うってね、結構違うんですよ。SL10 上げれば俺だってあれですもん、体験と物欲しさを併用できるもん。ただ今はできない、ちょっと重すぎて。だから違うんですよね。この通り体験では追撃難しい。物欲しさを使いたいところなんですけどね。そしたら この体験を捨てることになるから難しい。ちょっと体験ね、入れ替えたくないんですよ。ダメや。とどめさせねえ。やむを得ない。ここは、盾を捨てる。まあ、SL130 にしたらもうこんなことする必要ないんですよね。素直に直剣を物欲しさに変えればいいだけだから。だからさ、やっぱ SL の差って重要なんですよ。まあ、SL130 にはね、間違いなく120の人相手に有利に取りたい数字なんだよね、あれ。だって 130にピッタでキャラが完成するってありえねえもん。だからまあ、忌まわしき数字と言ってもいいかもしれないな、130には。でも逆に言えば、あれですね、侵入で勝てなくなったら SL132 まで上げるのもありかもしれない。120の人ともマッチングできるし、SL も12上げれるからね、でかいでしょ。物干しさを装備してもあんま倒せねえな。 OKOKOK。 はあ、これ絶対さ、警察放置してるっしょ。 さっきから来る気配がねえんだけど。 かわいそうに。アリオス。対戦ありがとうございました。
俺も侵入で勝てなくなったら SL132 にするかもしれないな。でも、うん。ということでご視聴ありがとうございます。